開演に先立ち、皆様にお願いがございます。安全確保のため、第2幕フィナーレまで席をお立ちにならないようお願い申し上げます。小さなみんなも、お年を召された方々も、みんなで仲良く見よう。リボンの騎士、もうすぐ始まります。神様から魂が与えられ、この世に送り出されます。男の子
男の子の魂、女の子には女の子の魂、誰もが一つずつ自分だけの魂を授かりこの世に生まれてきたのです。待ってるうちに空気も汚くなっちゃったし、今に地球住めなくなっちゃうよ。そしたら私月に住もうかな。月？うさちゃんピース。到達。早く赤ちゃんになって生まれたいよね。優しいお母様に会いたいな。はあ。おい、なんだなんだ、暗いぞ。当たり前でしょ。もう待ちくたびれた。安心しろ、今日はいいものを持ってきた。何？魂。魂？神様の目を見つけ。ちょっとな。なんてそれまずくない？早く生まれたくないのか？そりゃ生まれたいのは生まれたいけど。いいか、これさえ飲めば人間になれるんだぞ。優しいお母様に会えるんだぞ。もしかしたらオーディションとかに受かってアイドルになってなれるかも。誰が飲む？よし、リーダーとして命令。お前が飲め。なんで私？お前かわいいんだよ。かわいいのは私。待って、お前かわいいぞ。だからほら飲め。知るか。いや、絶対女の子のだ。そうだね。どっちだっていいだろ。男だって女だって人間の魂なんだぞ。ごめんなさい。遅刻しちゃった。遅い。一曲終わっちゃったよ。もう久しぶりに待ち合わせしたのに。何してた？ちょっと神様に呼ばれて。エコヒーキー。エコヒーキー。エコヒーキー。こうなるとね、ドツボにはまるよね。エコヒーキー。ねえ、お兄ちゃん、せっかくこうして集まったんだし。ダメ、許さない。何ムキになってんの。許してほしければこれ飲め。これ何？うん、お薬。マジ？お薬ってどこも悪くないよ。そのどこか悪くなる前に飲むお薬だ。またやめよ。なんだ、カッコつける気か。神様から魂を盗むっていうのがそもそも間違ってる。本当はみんなだって分かってる。千年や二千年ぐらい待とう。ごめん、謝る。もういいから、ごめん。お薬飲んじゃった。ギュッ。魂を盗んだのは誰だ。やべえ。あ、神様、あの子です。あの子が魂を盗みました。魂はどこだ。ごめんなさい、もう二度としません。盗んだ魂はどこだ。飲んじゃいました。お前が飲んだのか。いや、その飲ませちゃいました。誰に。なんだと。この子にはもう魂を飲ませ記憶も消したはずだ。ここにいるみんなにもこれから魂を飲ませるところだったのに。盗まれた魂は男の子の魂です。私は女の子の魂を飲ませた。ああ。